開催の4日目の終盤戦、続いては第11レース予選競争です。1号艇貝原優希、2号艇宇佐美純、3号艇服部幸男、4号艇馬場芳也、5号艇新田裕志、6号艇には山田浩二です。6名がゆっくりと枠番通りに進入体系をゆっくりと固めていきます。大きな着差へ取らなければ予選トップ通過が決まる一戦ということになります。満を持して今日はここ1回走り絶好枠、貝原優希の陰線、もちろん人気の中心。続いて2コースには2号艇の宇佐美純です。センターの3コースが人気対抗格、こちらは大きな着だけはいけません。3号艇の服部幸也、その奥4号艇の馬場芳也、こちらは3着で 6.33、 5コース5号艇の新田裕志。新田はオール船券絡み前半レースでシリーズ初勝利、無事故完走で当確ランプ。最アウト6コースが山田浩二です。枠番通りの3対3、角は4コース4号艇馬場、インには1号艇人気の中心貝原優希。オッズはもう完全に貝原の相手探しといった格好です。第11レース予選競争、インコースから1番2番3番4番5番6番です。予選競争11レーススタートしました。内側3艇後発進、1号艇2号艇3号艇と、まずは1号艇の貝原が先に待っていく。3コースから3号艇の服部幸男が外を待っていきました。6号艇山田浩二がまくる出しに入ってきまして、バックストレッチ先頭と1番と6番激突、危ない危ない危ない、この2人はずるっと下がってしまいました。先頭はこの間に服部幸男、2番手は5号艇に行った。なおスタートは正常でした。1周2マーク2番手ですが、5号艇の新田が先に待って、内をついてきたのは4号艇の馬場、外を待った1号艇貝原、2番手はセンター通って前に出てきました。5号艇の新田裕志、内側から4号艇の馬場、外が1号艇貝原。2周1マークの旋回へと向かいます。2着争いはセンターから握っていく5号艇に行った、内側へ潜り込んできた4号艇馬場、小回り、その内側へ鋭く刺して1号艇貝原優希。貝原は3番手、上位体系は3番5番1番です。4番手は4号艇の馬場、後方2艇が6番2番の順に続いて2周2マークの旋回です。先頭が3号艇の服部、2番手は5号艇の新田裕志。新田の内側をつきながら1号艇の貝原前を追いかけていきますが、2番手は5号艇新田です。体系は3番5番1番、後方3艇は4番6番2番と続いて最終周回へと入っていきました。これから最後のバックストレッチへ入ります。先頭は3号艇服部幸男、そして2番手5号艇新田裕志、3番手が1号艇の貝原優希と、上位3艇は351、4番手は4号艇の馬場、5番手が6号艇の山田浩二、最高峰は2号艇宇佐美純が続いています。最終コーナーの旋回になりました。先頭は3号艇服部です。2番手は5号艇新田裕志、そして3番手1号艇貝原、最後もそのうちついていきますが、体型は変わらず、上位3艇は3番5番1番です。先頭3番の服部五輪、2着5番の新田、3着1番貝原五輪、4番馬場、4着5着6番の山田、ラスト2番の宇佐美五輪。